こんばんは。2017年の10月の6日、20時27分でございます。いかがお過ごしでございましょうか。スピリチュアルテレビ金曜夜、ハズレ担当の藤井ゴロでございます。どうかよろしくお願いします。寒くなってまいりましてですね、まだ寒いっていうほどではないんですよ。涼しいんですね。ちょうどいい感じです。ジャンバ来ております。これもらいもんです。以前いただいたんですけれどもね、これいただいた方からまた贈り物が届きましてですね、でこれちょっと写真に撮って今お見せしたいんですけれどもね、いただいたものを、外今日雨降っておりましてですね、インターネットの回線がぐわーっと混雑しているようでございまして、パーンと切り替えて映して、またこのカメラにバーンと戻すと、なんかこう、インターネットが止まるみたいなことがですね、カメラのテストをした時に起きたんで、ああ、そんなもう、いっぺんでもなるんやったら、もう、無難にいっとこうということで、写真はお見せすることなく、まだ機会があればね、段ボールいっぱいにね、透明なビニール袋が入ってるんですよ。で、その中に米がうわーっと山盛り入ってるんですね。手紙も何もないんです。ただ米だけが入ってる。めちゃめちゃ重たいんですね。以前、こっち引っ越して、以前住んでたところから徒歩20分のところに越したんですけれどもね、笹塚駅近くなって非常に、交通の便が良くなったんですけれども、その時に、4ヶ月ぐらい前かな、もう、もして、まだ、ちょっとしか経ってない思ったら、あっという間に、もう半年ぐらい経ってんのかね。いや、まだそんな経ってないのか。4月の、いつでもええわ。まあ、とにかくね、お米いただきまして、届いたんですよ。2、3日、先週でしたかな。で、ちょうどね、亡くなりかけの頃やったんですね。で、すんごい嬉しいんですよ。今日はお米を炊いて食べようと。いや、毎日食べてるんですよ。毎日食べてるんですけれども、いただいてるんですけども、昨日もね、お米が届いてるの分かってるもんやから、気持ちがお米に行ってるんですね。で、おかずを購入したりとか作ったりとかすることなく、即席の味噌汁だけ、赤だしだけね、長谷園の、お湯入れて、で、お米をわーっと山盛り。で、もう、米だけ食べましたよ。時々味噌汁飲んでね。その米おかずに米が食べれるんです。非常に、だから、もらい物の、もらったっていう気持ちですね。それが美味しさを引き立てるんですね。どんないい炊飯器使うとか、炭火焼きとか、どこさんとかっていうよりも、もらい物であるということが非常に味わいを、引き立たせる。気持ちっていうのはね、味覚も含めて五感っていうのはそういうもんですよね。嬉しいと。いうことです。ありがとうございます。で、この後ね、またカレー作るのは、カレーが好きなんですけどもね、非常にちょっと手間なんで、外から帰ってきたとこなんでね、すぐ食べたいんです。レトルトのカレーをね、炊いて、お湯にグツグツやって、もう食べようと思ってるんです。で、いただいた米を食べるのが楽しみで楽しみで、毎日食べてるんですけどもね。ですんでね、もう、はよ喋り終えたいっていう気持ちが、今、起きておりますね。1秒でも早く、このスピリチュアルテレビを終えたいっていうね。喋ることなんていうのは、これっぽっちもないわけです。この場で表現したいこと、訴えたいこと、この世の中に今の、この平成29年ですか、30年ですか、もうそろそろ言語が変わろうとしておりますよね。もう決まってるんでしょ？来年か再来年ぐらいに変わるんでしょ？今、私が叫びたいこと、何もないんですね。先週喋ってますからね。先週も喋ってますし、先々々週も喋ってます。
なったら、おそらく来週も喋るんでしょうっていう、ことですんでね。言いたいことなんていうのはもう何もないわけです。で、そんな中、唯一、この私の人生、失敗したことっていうのがありましてですね、これ、おとといのことなんですけれどもね、なぜこの、ここでこんな時間もろて、枠もろて、スピリチュアルテレビという公式の場をいただいてですね、メンバーの一員に入れてもろて、その上でさあ、喋ることがないと、こう堂々と言い切るかというと、どん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 満たしとるわけですよ。埋まりますよ、次から次へと、あれやりたい、これやりたい。それ全部満たしていくんですね、一つ一つ。そうすると、欲望っていうもんがですね、なくなってくるんじゃない。生まれては解消し、生まれては解消しですからね。今僕の欲望っていうのは食事がしたい、いただいたお米でっていうところなんです。それは後ほど解消するんです。解消するの分かってるから気持ちが安心なんですね。で、それ以外にないんですね。今のところ、あれやりたい、これやりたいっていうのが。ということは、つまり私の人生、振り返るつもりはないんです。覚えてないですからね。おそらく大成功なんでしょう。何から何まで、寸分たがわず、これで良かったんでしょう。おそらく良すぎたんでしょう。ハングリー精神が今日、10月6日、8時半の時点で、ないっていうことは、生まれてから生まれた時の状態っていうのは覚えてませんけどもね。昨日、今日のついさっき、どうも言うて、7分半前ですね、スピリチュアルテレビさせてもらう前までの、立ち居振る舞い、行動っていうのが自分自身にとっては正しかったんですよ。世の中にとっては何の利益もないと思いますけどもね、GNP も GDP も特に生み出しておりませんから、私は。で、そんな中ですね、生まれて初めてじゃないかなって思うんですけれども、失敗っていうのをしましてですね、笹塚の駅のそばにフレンテ笹塚っていうショッピングモールができたんですね。プチ百貨店みたいな感じです。中に入ると、まあ、薬局があって、モスバーガーもあんのかな。で、アイスクリーム屋があって、上の階、4階ぐらいまであるんですけれどもね、行くと、なんかこう、文具屋があって、服屋さんがあって、靴屋さんがあって、さらに上行くと、3階までかな、無印良品があって、で、レストラン街があるんですよ。居酒屋があって、ラーメン屋があって、大阪王将があって、で、さらに上が図書館になってるのかな。もう本当にね、できすぎてますよね、この、住まいの環境っていうのが、何もかもが満たされるわけですよ。まあ、そこのフレンテ笹塚で、私は特に金を落とすことはしませんけれどもね、ブラブラしてるだけで楽しいですからね。で、そこで、そのフレンテの中を通り過ぎて、また外へ出て、で、その道路を隔てた向こう側に100円ショップがあって、そこにペットボトルのお茶が日本100円8円で売ってるんですよ。ウーロン茶であったりとか、緑茶であったり、何ですか、ジャスミン茶だったりとかっていうのが。で、外行く時にそのお茶を1本持っていくと結構便利なんですよね。飲んだりとか、あるいは水、お湯があれば、それを継ぎ足して汲んでみたりとかしてね、重宝してるんで。で、家にお茶がなくなったんで、ちょっと買いに行こう思って、
フレンテの中を通ってね、行ったんですよ。また外へ出ようとするところに、1階の中にですね、自然食品のお店があるんですね。いろんな、紅茶の素とか、青汁とか、個人で栽培したバナナとか野菜、リンゴとかね、なんかそういうものがいっぱい売ってるんですよね。で、そこ通りがかるときに私ちょっと思い出してたのが、ヨーグルトが切れてるなと。で、ここ2、3日食べてないから、ちょっと買いたいなと。ただ100円ショップにヨーグルト売ってないんでですね。僕が思ってるヨーグルトってね、450g ぐらいのでっかいやつですよ。ビフィズス、菌の入ったあの、明治ブルガリアヨーグルトみたいな容器のね、メーカーは何でもいいんです。で、それ買うにはですね、サミット行くか、サミット行って、反対側に、またあの、横断歩道とか隔てた向こう側にね、スーパーがあるんです。あるいはライフ、ライフ言うてこっち側にある。住まいとはまた別の方向なんですよね。行こうとしているところとは。で、ヨーグルト買うためにですね、またこっち行ったり、あっち行ったり、その、かなんので、まあ、明日買うても、明後日買うてもいいんですよ。今すぐ食べたいっていうわけじゃないんでね。まあ、いいんですけれども、ふっと、フレンテの中を通ってて、自然食品のお店にこう目をやりますと、ヨーグルト売ってるわけですよ。この 400g で売ってるんですね。3つぐらい積んであって。うわぁ、これ高いんやろなぁ、思って。パーッと見たら169円って書いてるんですよ。あ、手頃やなぁと。サミットで買ったら110円ぐらい。ライフやったら、90なんぼで税金合わせても100なんぼ。で、セブンイレブンでも売ってるんですよ。専用のね、セブンイレブンブランドの。それがね、120、30円で売ってて。で、いろんな菌取りたいから、いろんなね、ばい菌を取り入れてですね、ばい菌っていい菌ね。で、日和見菌ってたくさんおるんですよ。ほとんどがそうなんですよね。で、どっちつくか、悪玉菌につくか、善玉菌につくか、多数派につきよるわけですよ。で、もう多数派を善玉菌にしときたいから、いろんなとこでこうって、いろんな菌を取り入れたい。で、久しぶりにセブンイレブン行く。セブンイレブンも向こうの方にあるから、また戻るのも大変やから、そうやと。たまには取り入れてない、乳酸菌かなんかを入れんのもええなと。160何本やったら、それええわと、自然食品のお店やし、なんかこう良さそうやな思って、こう手に取ってね、レジ行ったんですよ。ね、たまにはこういうとこで買ってみようか思って、フレンテの中の自然食品のヨーグルトを手に取って、レジに向かっていくと、ピー、596円です。びっくりしましたですね。レジの女性の方がそうおっしゃるわけですよ。はい、言うて、僕、ね、びっくりする言っても、本当にドキンとしたりとか、うろたえたりっていうことがないんですね。で、そういうのが僕の辞書にないんですよ。みたいなことがない。そう、人が見てて何か表現するんであれば、うわーみたいなことはしますけれども、これ撮影やったらしますけども、実際、普段私の、生活の中で、ビクンとしたりっていう、びっくりしたりすることはあっても、それが行動に結びつかないんですね。だから普通なんですよ。で、平然と、ええー、と思いながら、千円札を取り出してみたいなことをするわけですね。で、はてと、どういうことやと。確かにね。やけに小さかったんですよ。169っていう数字が。黒でちっちゃいちっちゃい字でなんか書いてあったんですよね。不自然に。あ、そうかと。送料が書かれてたんやなと。どっかへ送るんであれば、配達しますよと。1個これだけの値段で。みたいなことを、ね、クール宅急便で、みたいなこと書いてたんでしょうね。今考えれば。で、500何本何本っていうのは目に留まりませんでしたよ。
ね、このままちょっとすいません、キャンセルします、やめますみたいなこと言うのも風情がないし、ああそうですか言う、もう腹くくってね、出しましたよ。で、購入しました。なんてことはね、普通のヨーグルトでございますよ。で、愕然としながらですね、というのもお金っていうものに関して私はですね、そこに一票投じるっていうことだっていう認識なんで、物買うイコール選挙で投票するみたいなことやと思ってるんですね。で、そこがいいということで、丸っていうのをつけるみたいなことやと思ってるんですよ。だから、いくら減るか減らん、僕の所持金からいくら減るか、それはどうでもいいんです、はっきり言って。たくさん減ろうが少なく減ろうが、たくさん減ることで、それが回り回って、そこのところに、お店なり、取引先なり、税金としても行くんでしょうけれどもね、喜んでもらえるんであれば、やぶさかではないわけです。お金というのはそういうね、人の心を潤すものにも、転化して、使っていけるもんだと思ってるんで、溜め込んでもしょうがないからね。その品食品のそこのお店にですね、よし、藤木ゴロのお墨付きっていうのを、ポンと押すつもりはないんですよ。ないんですけれども、それで購入してしまうことで、ポンと押してしまってるわけですよ。意図せずに。そこんところがどうも釈然としないっていうのはあるんですね。で、その後、100円ショップ行って、お茶4つぐらい買いましたよ。4つっていうのは2つ分買うわけですよ。ね。180円を2つ分買う。1つ買うと2つペットボトル入ってますからね。2つ買うと4つ入ってるわけですよ。そうこうって。あんまり、10個も20個も買いたいけれども、重たいからね。水分っていうのは、水っていうのは、そう、列挙しょって、こう、買えるわけですけれども。で、帰ってね、もうええわと。食べたれ、思ってね、そのヨーグルト。で、大概ね、ちょっといいヨーグルトとか、高めのヨーグルトっていうのは、共通してね、クリーミーなんですよ。トロトロなんですね。こうやって、ドローっと出てくるような、そういう柔らかいのが、高級上品とされているんでしょうね。まあ、美味しいですよ。私は、カルビーの、フルーツグラノーラを、かけて、食べるんですけどもね。果物を入れて食べたらいいんですけれども、八百屋が、向こう側なんですよ。向こう側って笹塚駅があって、こっち側に、商店街があって、向こう側にも商店街があるんですけど、八百屋さんが向こう側なんですね。前まで向こう側に住んでたわけですよ。だから、帰り道に八百屋に行って、この桃くださいとか、このいちごください、このバナナください。大概、いちご、バナナ、桃がローテーションで食べてたんですけどもね、さすがにね、それ買うために横断歩道渡って、桃くださいって言って、また横断歩道戻ってくるっていうのも、あれですんでね、となってくると、そうですね、やっぱり、ちょっとしたことですよ。向こう側に八百屋さんがあるんですけれども、生活環境っていうのは偉いもんやな。周囲のその環境が自分を作っていくなっていうのは実感しますね。まず食べるものが変わるわけですよ。ね。食べるもの変わると、その体内の何を取り入れるかっていうのも変わってくるし。で、まさかね、向こうに住んでた時はわざわざ、駅出て、フレンテ笹塚に寄る、こっち側に寄るっていうことはないわけですから、そこの自然食品のお店寄って、ふっとヨーグルトが目に留まるっていうこともないわけですよ。偉いもんで、ねえ、そういうことなんですね。だから、最近果物を食べておりませんね。いや、催促しているわけではありませんよ。果物はね、自分で購入して、選んで、なかなかね、桃言うても、時間が経つと、どんどんね、熟して腐っていきますんでですね、買うたものを早く、取り入れるようにしてます。で、これから冬にかけて、いちごでしょ？
美味しいですよ。で、ヨーグルトって、強いんですね。味が強いんですよ。だから、チョコレート入れてみたりとか、簡単なお菓子入れたところで、ヨーグルトの味に負けてしまって、何も入れてないかのごとくになってしまうんですね。その点、いちごと桃、桃はちょっと、どうかな。桃も強いよな。味強い。バナナもそう。で、一番いいのがイチゴをガーッと入れて潰すんですよ。ヘタ取って一個一個ね。で、潰していく。そう、手間がね、また自分でこう、加工していってる感があってですね、楽しいわけです。で、食べるんです。それがね、イチゴを潰して食べるのが一番美味しいですね。こっち越してからはもうグラノーラに頼りきりになってる。ガー入れて、あれ、ちっちゃいスナックとか、ちっちゃい、なんですか？ドライフルーツをもう刻んだやつが入っとるわけですよ。で、こう食べるんですけれどもね、果物食べなあかんなと思ってるんですけれどもね、なかなか。ということで、その高級ヨーグルトが、クリーミーな普通のね、特に、だからといって何っていうわけではない、もんでした。600円した。600円あればですね、うちの 450g のヨーグルトを5つ買って、ちょうどぐらいですかね。ライフで5つ買って、同じぐらいの。いいんですよ。いいんですけれども、それがものすごくいいっていうんであれば、なんか特別な菌が入ってるっていうんであればいいんですけれども、私は何を持って、自然食品のお店っていうのが専門店が、屋外であったんですよ。フレンテの向かい側にも。で、お客さんいつも入ってないなぁ思って、見てたんですけれどもね、とうとう変わってしまいまして、パン屋さん、コッペパン屋さんになってしまったんですよ。で、まだ僕はもう入ったことないですけども、コッペパンを、昔給食に出たような、ああいう長いやつですよ。それ半分に切って、バター入れたやつ売ってたりとか、マーガリン、まあ一緒か、小豆入れたやつ売ってたりとか、とんかつと野菜入れたやつ売ってたり、わーっとこう、模型が並んでるんです、下にね。で、結構繁盛してるんです。パン屋でさ、人が人気出るってなかなか大変ですよ。あれ、パンって作るのだけでも、すごい大変やんか。で、早朝から、わーっとやって、で、その時の湿度とかにも、よって全然変わってくるやんか、結果が。せやから言うて、たくさん作ったから言うて、さあ、それをお客さんがどれほど買うかっていうのは予測がつかない。で、維持費とか、店舗のね、あるいはその取引先とかいろんな都合があるから、もう高くせざるを得ない。せやけど高くしたら、お客さんが他のお店に逃げてしまう。いろいろ難しいとこだと思うんですよ。パン屋さん経営してるっていうのは、大したもんやなと思うんやけど、そこのコッペパン屋さんは、常になんか人が入ってる。で、室内にも食べるところがあるんですよ。カフェみたいになってるんですね。ああ、ここはすごいなと。人の心それだけ引きつけるだけの、その店内の、何ですか、作りとか、そういうのも含めてね、大したもんやなと、どんなリサーチしたんやろうと思うんですけれどもね。そのお店に変わる前の、今、その自然食品やってらっしゃる方は、今どこで何されてるんかなーなんてね、思ったりするんですけども、購入したことは僕はなかったんですよ。で、よかったらね、値段関係なく取り入れたいですよ。実際体に使うもの、シャンプーでも何でもいいです。石鹸でも何でもいいんですけれども、特に食べ物、飲み物に関してはね、ただね、私はその品質というものに関しまして、どうなのかと。非常に綺麗なものだったりとか、レベルの高いものだったりとか、取り入れると体がものすごい喜んで、うわーっと栄養素になってくれるものであればいいんですが、
それ以上に、その、いろんな自然から得た野菜なり、果物なり、獲物なりを洗って、機械で加工して、いろいろやって、工場みたいなところでやって、で、製品にして、トラックのうんちゃんが運んで、店舗に並ぶわけでしょ。で、そこの工場の時点で、清潔であればいいんですけれども、多分ね、セブンイレブンとか、あるいは普通のスーパーで、どこのスーパーでも売ってるようなものって、ものすごい大量生産だと思うんですね。ということは、すんごいでっかい工場をやったりとか、いくつもの工場でやってたりとか、そこの工場にお勤めの方、パートの、そこの近所に住んではる主婦の方とかが、作ってらしたりとか、お手伝いされてらしたりとかすると思うんですよ。いろんなその地域に工場っていうのあるやんか。新幹線とかさ、で、こう、いろんな、遠くに行ったりなんかしてると、わーっと田んぼが広がってて、ポツンポツンポツンと、なんかこう、でっかいでっかい建物があったりして、その製造工場やと思うんですよ。で、大量生産やと、清潔な、で、もう安心安全なものを作らざるを得ないと思うんですよね。ちょっとでもなんか問題があったりなんかしたら、もう全部閉鎖。ね、工場も閉鎖。会社自体が大変な存続の危機になってしまいますからね。いくつもの、食べ物、加工物扱ってたりなんかして、一個でもなんかちょっとでも間違いがあったら、生産中止、自主回収、ね。もう大損害になってしまいますからね。おそらく大きいとこは、想像ですよ、私の。例えばその工場で、製造、加工されている方々っていうのは、綺麗にあろたエプロンなんかこうしたりして、帽子、白いのかぶって、マスクもしてですね。で、そうやった、工場入る前に、コロコロでなんかこういうふうに、髪の毛とか、ついてないかどうかチェックして、で、わーっとエアーみたいな、わーガー浴びて、で、中でゴム手袋とか、なんかこういうのしてですね、手術前の外科医みたいな感じでですね、でも清潔に保ったところで、品質管理徹底してると思うんですよね。これ個人やと、個人でも徹底してると思うんですよ。思うんですけれども、テンプレートっていうのがないじゃないですか。もう決まり事ですね。絶対に、髪の毛一つ、ほこり一つ落ちひんように、みたいなね。で、例えば、個人にもよりますけれどもね、ある食べ物で、素手で、海から、海産物ですね、干してパリパリになって、それを機械で刻んで、ビニール袋に入れて、パラパラと落とすようなね、風味のいいものあるじゃないですか、食べ物。薬味ですね。そういったものを素手でこう、バリ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 やってて、で、そして菌がわーっと繁殖して、もうそれをスーパーで買うた人が大変なことになったみたいなね。で、結局それが大変なことになってニュースになって、会社が廃業されたみたいなこともありますんでですね。やっぱりここは、大量生産している、本当に典型的な定番の品が、最も、工場的にですよ、加工するもの的には、綺麗で、安心安全なんじゃないかな、なんて私思うわけです。ね、品質に関しては、それはこだわっている、個人経営であったりとか、無添加な、自然食品ですね。高いとこ、もう
ええと思うんですけれども、私が作りましたみたいなね、野菜に関しては泥まみれでいいんですよ。で、加工したものに関してはどうなのかっていうところですよね。作っているものがそんなにたくさんのお店に流通するものじゃない。じゃあ、数も限られてくる。ということは、そんなに大きくないところで、個人的に、加工工場を、営んでいると。これが例えば、東大阪の町工場のネジ作ってるとこね、2、3人で運営している、油まみれのね、ガーガーガーとなんかこう機械で、削ったりなんかしている工場ってんだったらいいんですけどもね、食品の場合はですね、どうなのかというところ、大きい方が安全管理の決まり事が徹底しているっていうね、テンプレートがあるっていう点においてはノウハウがあるっていうね、いいんじゃないかななんて思います。で、まあね、ただ見えへんからね、わからないですよ。そう言うものの、それは単なる私言うてのイメージでね、実際どうなのかっていうのはわかんないし、本当にね、そんなね、食品扱ってる工場でね、勤めておらんなさいな。私は、経験あるかな？そういうのはないですね。食品に関してはない、あるかな？あ、パン屋さんあるな。でっかいでっかい最大手の、パン工場に行ったことありますね。汗まみれでもう、それはもう大変でしたね。それは、安全管理は徹底されておりますけれども、やっぱり全部が全部人が作るもんですからね。機械は扱いますよ。コンピューターも扱いますけれども、それをコントロールしてるのは全て人ですからね。人の勘とか、あるいは、決まりごと、指差し確認ですとか、そういう古典的なことで物事っていうのは何でもかんでも回ってるわけですよ。ですからね、大変なご苦労があると思いますよ。食品に限らず何でもそうですけどもね。物事を製造するっていうのは、それに携わってる方々っていうのは、まあ、ほとんどの方そうですけどもね、何かを製造しているわけ、何かを生み出しているわけですよ。で、それは、食べ物だけに限らず、なんか、物ね、置物かもしれないし、で、電気を扱う、その電子部品かもしれないし、で、家電かもしれないし、販売かもしれない、運輸かもしれないし、あるいは、そういったことじゃない。情報かもしれないしね。エンターテインメントかもしれないし。あるいは人の運勢を占うっていうものもありますよね。それもそれはそれで、お客さんからしたら製造、クリエイティブに当たるんでしょうね。何でもこう生み出すっていうことをすることで、世の中は回っているということですよね。その中でも、特にデリケートなのは、口に入るものね、っていうことになってくるわけですよ。食べ物にこう携わってる方っていうのは本当に大変だろうなっていうのは常々思いますね。で、自然食品扱ってる方々っていうのは、まあ、普通のスーパーほど賑わっておりませんからね。その点でまた大変やなっていうのは感じますね。一つ一つのね、僕、スーパーとか、どこでもそうなんですけれども、見てみたいなっていう思いがあるんですよね。作ってるところを。ただ、飲食店に関しては見てみたくないなっていう、大体想像つくじゃないですか。で、個人経営の料理屋さんなんか入ったら、もう奥にこう立ち上がった厨房見えますからね。大体わかるわけですよ。で、作ってはる人は、お客さんに顔を向けて、下向いて何かごそごそ作ってはるんで、手元を見ることっていうのはありませんけれども、まあ見えへん方がええかなっていうのは思いますけどもね。ただ、作っても置いてるものに関しては、どんな風なところで、どんな人らが、
どんな感じで作ってんのかなとか、あるいは作ってる人らがどういう休憩所で、おそらくね、タバコの吸い殻があって、最近はタバコ、自分のとこの子供がおったら、副流煙吸ったらあかんから、室内で、自分の我が子がおるところで吸ったらあかんっていうね、条例的な決まりを作る言うて、なんかこう、ニュースでやっておりましたですね。とうとうですね、政治が各家庭に入り込んでまいりましたよ。ね。僕は常々思ってんのはですね、あんまりこれも言うと得せえへんかな、僕ね。これ大々的に YouTube でね、永久に残るわけですけれども。政治っていうのは、向こうに島がある、こっちにも島がある、渡られへん、橋かけなあかん、橋作らなあかん、誰が金出すねんと。だから代わりに、みんなからちょっとずつ集めます。その集めますいう方が、まあ政治家なり、役所の方なりっていう、そういうものでいいと思うんですよね。で、あとはもう、作った後は、じゃあどうぞ渡ってくださいが、もう終わったら、もう国としての役割っていうのは、もうそれで終了でいいと思うんですけど、いざという時の手助けだけでいいと思うんですけどもね。ただもう、海外の国のそのトップの人らとも渡り合わんとあかんから、ある程度の交渉技術とかね、あと、英語ができるとか、中国語できるとか、ロシア語できるとか、そういうのはね、通訳つけといたらいいんでしょうけれどもね、必要やとは思いますけど、その住んでいる我々国民に対しては、ある程度の距離を置いて、困った時には助けますぐらいでいいと思うんですけどもね、困ってないくってもどん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 介入してくると。まあ自分が、もし永田町なんか行ったりしたら、おそらく同じことすると思うんですけどもね、同じことするだろうから、同じ人間だからやってるんでしょうけれどもね、立場が違うだけで。人数もっともっと減らしてもいいななんて思ったりもするんですけれどもね。なったらなったで、美味しかったりするんでしょう。僕もなってみたい、どんなもんなのかっていうのは分かんないですからね。国会議事堂の中に、自分の事務所があんのかな、大学の教授みたいなもんで、各部屋があんのかね。で、秘書の人と一緒におって、で、秘書の人は、各霞が関のビルに、わーっとたくさんのスーツ着た、俗に官僚と呼ばれる人たちが、ね、勉強のできて受かった人たちが、わーっと勤めてはって、わーっと生産性の向上を、わーっとコンピューターバンバンやって、何をやってるか知らんけどね。で、それの代表が秘書なのか何なのか。それがこうアドバイスしてもらって、国会でこう答弁をなんかこう、カンペ見ながらやったりとか、カンペ見ながら答弁している時と、あと、何ですか、地元に戻って演説している時以外は何やってるんでしょうね。だ、そこのところが本質でしょ。そこ何やってんのかっていうのを知らないわけですよ。それ知らない部分を知りたいなって、知って何をするわけでもないですよ。国批判するわけでもないし、僕は、国とか国会議員の方とかを、なんだかなって思ったことはないんですよ。もうあかんな、こんなことでは、議員は何やってんだみたいなことを世間の方々みんなおっしゃいますけども、何やってんのか分からへんから、批判のしようも褒めようもないし、謎なんですよ。単なる謎なんですね、僕からしたら。だから、食品工場の中はどうなってんねやろうって思うのと一緒ですよ。ハテナがいっぱい飛んどるわけですね。で、知りたいな、一日体験でこうなってみたいなって思ったりもするんですけれどもね。何やってんやろね。想像もつきません。わかりませんね。いろんな人と、
料亭で、冷たい懐石料理食べながら話してたのがね、それか困った人が来て、わーっと、もう、駐車違反切られたんです、なんとかしてくださいとか言われて、わかりました、言って、警察に電話して、もしもし、僕だけど、代議士だけど、言って、そういうのやってんのかね、全然ね、そのぐらいしか、わかんないんですよ。だから、想像力を豊かにしようにも、国会へ行こうかなんかいうドラマが10年、20年ぐらい前にあったな。とんねるずの石橋と、あと桃井かおりと、なんかいろんな人出てましたよ。せやけども、あっという間に打ち切られて終わりました。尾形も出てるかもしれんな。なんかそういうの見てても、国会議事堂で答弁している部分とかしか映さないからわかんないですよ。それ以外の時間の方が大半なわけですからね。よく、世間の方々は、全部知ってんのかね。ニュースとか見て批判したりとかできるなと思いますけれどもね。自分が同じ立場に立ったら同じことするやろう。ね。で、政治のことの人が政治家じゃなくって僕の立場やったら多分僕と同じことやってますよ。スピリチュアルテレビです。どうも、言うて。喋ること何もありませんね。さよなら、言うて。この後ご飯食べますね。風呂入りますね。もう寝ます。さよなら、言うて。やってますよ。総理大臣でもね。今総理大臣でも。僕が総理大臣になったら、今の総理大臣の全く寸分たがわぬ同じことしてると思いますね。立場っていうのはそういうもんでしょ。ね。だからね、私ね、私の生活が例えば侵されるんであれば、なんか壁が壊れて、風がスースーして寒いとか、いただきますって隣の人がわーっと食べてお腹空いた状態で食べれないとか、そういうのないですけどね、そういうのがあれば、批判しますよ。その人は批判すると思います。こらーと。私の生活が侵されとるやないかいっていうのは多分言うと思いますけれども。あんまりね、僕ね、こらって人に言うた覚えがないんですね。で、それ、特に侵されなければ思わないじゃない、こらって人に対して。で、思わないっていうのが一点と、あと、自分以外の人がどんな立ち振る舞いを自分に働きかけて、マイナスに働きかけてっていうのを抜いてですよ。立ち振る舞いをしてたとしても、その人をコントロールできないですし、しようとも思わないですけど、自然の流れだと思うんですよね。何もかもが、その自分以外の人々の行動っていうのは、つまりは、さっき言ったことと一緒ですよ。自分がその人と同じ顔で同じ、立場で同じ場所におったら絶対1ミリたがわず同じことしてるやろうと。逆もまた真なりやと思うんですよね。そう考えると、別に、あ、そうですかっていう感じですよね。特になんとも思わないというか、良しとも、悪しとも何とも思わない。自然の流れですよね。だから、人に干渉して意見するっていうことは、ないですね。ただ、山田かつてないわけではなくって、ちっちゃい頃とか、小学校の頃なんていうのは、いろんな子と毎日遊んでおりましたから、その頃ぐらいは人間関係あったんですよ、まだ。高校ぐらいからなくなってくるんですけども、やっぱりね、人とただ喧嘩したことっていうのはないですね。ムカムカっていうのがあんまり起きにくい方なんかな、マイペースな方なんかな。で、ただね、テレビ見てほしいっていう思いはありましたね。今、自分は、何やろうな、その頃何見てたかな、西遊記、待ち明の西遊記が夕方に再放送してると、毎日毎日やってると、それ面白いんやと。で、ひらりとん平版を見てんねんと、猪八戒が。で、
つまりパート2の方ですよね。で、パート2の方は一番最初見ましたからね。僕にとって、豚はイコール左トンペイなんですけどもね。で、毎日やってる、見てる、あのテレビ見てる、見てないっていう子がおるわけですよ。じゃ見たら面白いと。あね、どんだけ面白いかを言うたりとかするわけですけど、言うてそんな伝わるわけじゃないですからね。見ないとわかんないですからね。で、それテレビばっかり見てましたが、ドリフ見てたりとかですね、いろいろあるわけですよ。で、あれ見た、これ見た、それ見た、笑点見たとか、もうその頃から笑点やってますからね。で、見てない、見てない、テレビを全然見ひんこうっていうのがおったんですよ。で、とにかく見てくれ、面白いからって言うんで、どん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 言うんですけども、言うんですけども、翌日になって見たって見てないと。それはもう本当に見てほしいと、コントロールしたいっていうね、小学校の時はそういう思いがありましたね。今考えたら、その子はその子の、性格、性質、家庭環境、立場、雰囲気、っていうのがあって、自分がその人やったら、おそらくテレビ一切見ないんでしょうけれどもね。っていうのが思いますから、それぞれでいいんじゃないかなって今は思いますけれどもね。そう思うと楽ですよね。楽って言っても、人に干渉する、人に、こらっていう、ちょっと違う風に動いてほしいっていう、例えば演出家みたいにね、舞台の演出家みたいに、あと、あるいは監督みたいに、よーい、違う違う、カットカットみたいな、ここはこういう風に言ってとか、そういう立場やったら別ですけれども、一切そういう立場、人を管理する側になったことがないもんで、で、いつの間にか、人はどう動こうが、自分の生活圏が侵されなければ、どうでもいいという無頓着、犬とか猫とかと一緒ですね。自分に関与しなければ、他がどうなればどうなろうが、別に何でもいいっていう、そういう、いつの頃からでしょうね、なってしまったんで、なってしまっているんで、そうじゃない自分っていうのがないわけですよ。人に干渉しまくる自分っていうのがいないんで、分身の術で、同時に存在すれば、比べられるんですけれども、おそらく、こっちの側の自分っていうのは、めちゃめちゃ楽なんじゃないかなと思う。でも、それも想像に過ぎないんですけれどもね。だから、とにかく、これしてほしい、あれしてほしい、人にこういうことしてほしいっていう思いがガーッとある自分があ、あればですね、こっちの自分に、乗り移ったら、霊体が乗り移ったら、なんて楽なんやろっていうふうになるんじゃないかなって想像して、ああ、すごい楽ですわって今言うてるだけなんですよ。ほんまに楽かどうかそんなもん分かったもんじゃない。比べようがないからな。楽も楽じゃないも、今の自分がゼロの状態やから、わかりませんわ、そんなものは。せやけども、わからんから言うて、楽ですねんって言わへんかったら、この分子の術の話をせえへんかったら、スピリチュアルテレビ、こう、金曜日の1時間持たへんやんか。なんせ喋ることがないわけですからね。何にも言いたいことがないと。主張がないわけですから、ハングリー精神の塊もないわけですから。なぜならば、いちいち満たすわけですよ。食べたいものを食べる、やりたいことやる。やりたいことやるにしてもさ、いろんな人が遊びに誘ってくれるから、先週もスペシャルテレビの視聴者の方が誘ってくれましたよ。で、喫茶店行きましたよ。で、いろいろおしゃべりしはるんですよ。スピリチュアルテレビの関係、する方じゃなかったら、絶対に他の何か組織とか他の遊びの会とかで行ったら、絶対そういう会話にならへんような会話ですよね。
要はだから精神世界的なね、ことですよ。他の人から見たらちんぷんかんぷんとされるような、でも僕にはしっくりくるんですよ。しっくりくるんで、ずっと聞いてられるし、理解もできるし、ああ、なるほどと取り入れることもできるし、自分の意見も求められたら言えるしね、そこはそこで、非常に心地のいい、場ですよね。心地のいい場なんですよ、どこもかしこも。スピーチャーテレビ以外の集まりも全部、ね、それぞれ誘ってくれて、それぞれ、何いさせてくれて、満たさせてくれて、意見も述べさせてくれてね、するから、やりたいっていうのがむくっと上がる必要性がないわけです。上がる前に満たされてしまうわけですからね。で、ワニワニパニックで、ワニ出てきてないのに、いて、いて、いて言うて、もう出てくる前からもう、口元連打されてるみたいなもんですよ。あれ、もし千手観音みたいに、わーっと手いっぱいやったら、モグラ叩きでもそうですよね。今、遊園地ってあんのかね？アーケード、ゲームセンターでモグラ叩きって見ませんでしょ、今ね。ナムコのコスモギャングスであったんか、ご存知ですかね。レーザー光線で撃つ、モグラ叩き的な、敵がおるわけですよ。サングラスかけた、なんか異星人みたいなのが UFO 乗ってるわけです。それ置物なんですけどもね。それがわー、行けー言って喋るわけですよ。で、100円入れたらね。入れたら喋ってくれるんですよ。入れんと喋れへんね。で、5人ぐらい手下がおるんですね。奥の方に。ワニワニパニックのでっかい版みたいなもんで。だんだん歩いてくるんですね、奥の方から。ただ、叩けないんですよ。すごい遠くにありすぎて。じゃあ、どう攻撃するかというと、銃が、こんな分厚い銃がね、くっついてるんですよ。で、外して撃つっていうことが、こうやって、夜店の射的みたいにね、大人の人ずるいよな、あれ、ぐーって手伸ばして、もう、銃の先が、その貯金箱にくっつくんちゃうか思うぐらい、ぐーってやってポーンと打つでしょ？コルクを。で、そんだけ近づいて打っても、落ちひん貯金箱も貯金箱ですけどね。まあ、それいいんですけれども、動かすことのできない、位置だけ変えられることの銃でパン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 打つんですね。そう、銃から何かが出るわけじゃないんですよ。レーザーが出てるんですね。レーザー光線、光が出てるわけです。その光を、その異星人、だんだん歩いてくる、口の中にそのセンサーがあるわけです。口にうまいこと当たるとギャーって言って奥の方へ引っ込んでいくわけです。引っ込んでまただん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 歩いてくると。で、手前の方には、なんでこんなのしてんのやろ、なんかエネルギーの缶みたいなのがあるんですね、5つ。で、それを、奪いに来るわけですよ。で、もうどんどん早く来ますから、追いつかへんわね。で、銃もなかなか操作難しいから、こうやって狙えるわけじゃないから、絶対当たるわけじゃないよね。ゴルゴ13ちゃうねんから。で、どん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 来て、その缶を奪っていくんですよ。今度は下がっていくの。いやらしい。その缶持って下がっていくわけですよ。で、どん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 下がられて、5人のうちのどれか、一つでも、持って帰られたら、こっちの負けっていう、負けたから何があるいうわけではないんですけれどもね。本日のハイスコアみたいなのが出るだけなんですけど、まあ、現代版というか、平成版、いや、昭和の時代からあったかな、ずいぶん何十年も前からあるような、モグラ叩きなんですけれどもね。ああいうの面白いですよね。で、ワニワニパニックなんかは、出てきた当初、あれ非常に、サメサメパニックみたいなのもあったでしょ。横から出てくるみたいな。あれはあんまり好評じゃなかったかして、そんなには、普及しませんでしたけれどもね。得意になってね、僕、おばあちゃんと一緒にあやめき遊園地なんか行ったりなんかすると、そうやるわけですよ。で、ハンマーね。柔らかいふにゃふにゃのハンマーで、こう、置いてある、持って帰らへんように線で繋いであるわけですけれども、それ使わんと両手でやるんですね。
だから必ずもうほとんど100発100中なんだけど、もうこうやってガンガンガンって押してたら、出てきた時に、必ずもう仕留めることができますからね。ほとんど100%ハイスコア言うて、やったー言うて、そんなんで今考え、やったー。チート機能を使ってるわけですからね。自分の両手という。それはね、やっぱりね、ルールを決めてやるからこその、その中でどんだけできるかっていうことですよね。ずるいやり方ができる、ずるいというのが何をもってずるいとする、ずるくはないよね。ハンマーが置いてあって、ふわふわの。で、置いてあるだけやからね。このハンマーを使ってください。手でやらないでくださいとか注意書きが何かあるわけではないですから。何をどうやろうか、100円入れようが入れなかろうか。ワニがどんどん出てくる。それをほったらかして眺めてようが、ポンと口元叩こうが、自由なわけですよ。何でもいいわけです。それ別に、ずるいとかそういうのがあるわけじゃないですよね。何をしようがええわけですよ。人の生活圏を、直接的に、犯すことがなければね。僕はもし、犯されたら、こらって言うと思います。あんまりないから、経験がないけどもね。ということは、僕がどなたかの、何でしょうね。住まいにこそっと忍び込んで、布団に入って寝たりなんかしたら、そこの人は、ヒヤってびっくりしたり、こらって言ったりすると思いますね。同じ、じゃ、立場が違うだけやからね。これ何言うてんやろね、僕ね、今日ね。今日に限らず、いつもそうなんですけれどもね、とにかく、今、頭の中では、もらった米を食べることでいっぱいなんです。もう、頭の中、米粒だらけなんですね。想像ですよ。実際に脳みその代わりに米が入ってるわけじゃないですよ。思うねんけども、脳みその中に、物が入ってたらどうなんやろうね。実際にあるよね。宇宙人なんかにさらわれたら、ティップを埋められたりするよね。奥の方に。あれ、どういうことなの？まあ、なんかを記憶させんのか、見たものをね、そこで、わーっと通信して、UFO 側が、何かこう、下界の地球の様子を見るのか、あるいは、チップの中に埋め込まれた、性格、性質を、人間が立ち振る舞い、あるいはコントロールしてね、UFO からガッシャンガッシャンやって、こうやって動いて、僕が今動いてんのも、喋ってんのも、全部宇宙人の操作によるものかもしれないですよ。あるいは、埋め込まれてないにしても、本当は宇宙人で、地球人のふりして、何らかの目的を持って、スパイ活動をしに来てるだけなのかもしれないですよ。だからロシア側の人間がアメリカに行ったり、で、アメリカ人、あるやんか。戦時中さ、ロシアと中国ともういろんな国でいろいろあるわけやんか。で、日本人も、上の方の国々に、戦いに行って、で、日本に引き上げて戻ってくる。で、そういう生き残った人たちは立派にね、この国を作って、あるいはその、大企業のトップなんか立ったりして、みたいな。で、一部その中にはですね、引き上げる前に、ロシア側に捕らえられて捕虜としてね、教育なんか受けて、洗脳教育受けて、で、その後で日本側に戻って、だから、何ヶ月かに1回ごとに、ロシア大使館ですか？いや、別にロシアは鍵とかどっかね、国の別の人と会って、日本では今こんなことが流行ってますとかね。何ですか？動かすやつ、こうやって動かして回して、
もともと多分違う理由で作ったんやろうけども、ずーっとこうやって回したらずーっと回ってるやつあるやんか。あれの遊び方全然わからんけど、何が楽しいのかわからんけど、そういうのが流行ってますとか、ルービックキューブが流行ってたらルービックキューブが今流行ってるんですとか、向こう側の人間にね、向こう側っていうのは日本以外の。で、ダッコちゃんが流行ってたらダッコちゃんが流行ってるんですよ。ルービックマジックっていうのが流行った時ありましたよね。ルービックキューブとはまた全然違う。単なる板なんですけど、八面体ぐらいの板が連なってるんですよ。で、糸で繋がってるんですね。で、折りたたんだら、折りたたんで折りたたんで、パーンとやったら、こっち側に繋がって輪っかになるとか、パンパンパーンとやったらなんかロケットみたいになるとか、ものすごい流行ってましたよね。あれね、僕小学校の時ですよ。コロコロコミックっていう雑誌をね、コミックボンボンも今もありますけれどもね。で、ビックリマンとかさ、ミニ四駆とかさ、流行るっていうもんを、いや、もう、昭和感がいいのおもちゃとか流行らせたんちゃうかね。で、ルービックマジックっていうのがあると。板やと。で、立体的にいろんなものがパンパン折り曲げることで作れると。これ面白いぞっていうこと。うわ、すごいなと。本見ててね。で、関東カラーで見て、うわ、これはええなと。で、買うてもろたん、お母さんに買うてもろたんですよ。で、あ、面白いな、言うて、お母ちゃんとか、大人もやるわけですよね。大人は力強いから、折りたたむのはいいんですけど、全部の方向に曲げたりとかできるわけじゃないんですよ。で、ルービックマジックで検索したらいろいろ画像とか出てくるのかな、わかりませんけど、それ見てもらったらわかると思うんですけど、折り曲がらへん方向、大人ってもう力任せで何でも、自分で操作できる思ってますからね。支配できる思ってますからね。ぐーっと曲げるわけですよ。ほんならもう糸がパンと切れてですね、なんかふにゃふにゃになってしまうわけですよね。本来の動きがこう、いろんなものを作ったりとかできへんようになってしまったんですね。で、その状態で返されたんですよ。僕は。お母ちゃん、多分お母ちゃんだと思うんですけど。で、あれ?と。これ、なんか壊れてるっぽいなと。でもなんか、控えめな性格なんでしょうね。もうその頃から親族と特にコミュニケーションを交わすということはあんまりしなかったんでしょう。これちょっと、壊れてるんですけど、みたいなことは言わないわけですよ。言えないというより、遠慮して言わないっていうんでしょうかね。で、何日間かそれでずっと、絶望的な気持ちで、ルービックマ、そのまたルービックマジックのね、その八面体の模様が、こう、輪っかが、リングが書いてあるわけですよ。それも、虹色に7色にこう、いろんな色が黄色になって、オレンジになって、みたいなのが書いてあるわけですよね。で、パンパンパンと折りたたんで、パンパンパンと戻すことによって、今度はその八面体が、こういう形での、平面で、輪っかがまた別の形で繋がってたり、うまいことなってるんですよ。それが面白いわけですね。で、どうやったらどんな風に折りたたんで、どうやって、曲げて、広げたら、何になるかっていうのが、もういろんな、もう多種多様なんですね。で、ロケットみたいに見える形を作るには、じゃあどうしたらいいのかと。コロコロコミックにその必勝法が書いてあるわけです。まずこうやって折りたたむとか、でもこうやってやるとか、ルービックマジック博士みたいなのがおるわけですよ。トランプマンみたいな。コロコロコミックのこの中にですよ。で、そういうのを見て憧れるわけですけれども、なんせ、もう糸切れてふにゃふにゃなっておりますから、おそらくね、覚えてるのはね、おばあちゃんがそれを見てたんやと思うんですよ。ふにゃふにゃなった状態のルービックマジックで僕は遊ぼうとしているのを。で、翌週ね、おばあちゃんとおじいちゃんと僕は長屋のボットンベルのお風呂ないところで暮らしてたわけですよ。ずーっとね。で、お母ちゃんが、週に1回ぐらい日曜日から帰ってくるんで、たかっちゃん言うて、お母ちゃんの、お兄ちゃんに当たるのかな?それも帰ってくる時があるんですよ。で、みんなが帰ってきたら、おばあちゃんは天ぷらをみんな、たくさんわーっと作ったりとか、
あるいはマサトミっていう近くにお寿司屋さんがあるんです。そこでわーっとこう、特上の寿司をね、張り込んで頼んだりとか、僕だけね、ちらし寿司なんですよ。後に聞いたら、それ1000円する言われたんですけどもね。それ聞いてからもう、お金かけんで、同じの食べる言うて、同じその握りを食べて、そっちの方が高くつくんですけどもね、実際は。なんかそういう家庭環境ですよね。で、翌週お母ちゃんが帰ってきた時におばあちゃんが、あた、あの、これ、これ、これ、壊れてんのちゃうのって、あんた壊したんちゃうのお母ちゃんに言うてるんです。おばあちゃんがお母ちゃんに言うてるんです。で、こう取り替えても来てもらいいな、言うて、お母ちゃんに言うてるんですね。僕はよう、その声を荒げるようなことは、ようしませんからね。もうその頃から、人は人、自分が自分を言って、人に干渉する性格があんまりなかったのかもしれないですけどもね。で、ああ、そうか、言って、取り替えて、来よう、言って、お母ちゃんがなんか言うてくれたんですよ。そんなん言うても、そんな買ったおもちゃ屋さんにも、これ持って行って、新品のものにおもちゃ屋さんがすみませんでしたって言って、取り替えてもらえるわけないやんか。で、お母ちゃんもそんなことする性格やないしね。つまりは、新しい同じものをもう一回買ってもらえるっていうことかなって思ったんですよ。おそらく、当時の値段で1000いくらかするもんやと思う。1000いくら、2000いくらは高いもんな。つまりは、自分には手が出へんほどのお金やったんですよ。大人になったらね、何でも手に入る。何でも購入できる。どこへでも行けるんですよね。本当、大人っていう環境っていうんでしょうかね。無敵やなと。そう考えたら。スーパーマリオのキノコ食べて大きくなって、さらにスター取って、無敵になって、で、フラワー取ったらなんで火投げれるようになるのか、意味わかりませんけどもね。もう史上最強みたいな状態ですよ。スーパーマリオ3の、キノコ取ってタヌキに変わって空飛んでるような状態ですよね。おそらくこれご覧の皆さんのうちの大半の方は大人でしょう。今その状態ですよ。って言っても、例えば家庭にがんじがらめやとか、いろいろあるかもしれないですけどもね、僕はがんじがらめになるのが嫌なんで、自由でいたいんで、本当にフリーですよ。何でもやり放題。食べ放題。だからもう今すぐもらったお米を食べたいので、で、1秒でも早くこのスピリチュアルテレビのこの金曜日夜の会議を終わりたいわけです。終わるためには喋り終えなあかん。喋り終えるためには喋らなあかんわけです。喋らんと喋り終えられないですからね。こう無言やと、このまま終わるわけにはいかん。さよなら、さよならってするわけにはいかないですからね。で、早口でほんま喋りたいです。早口で喋りたいけど、早口で、普段の本当の2倍ぐらい喋る、2倍ぐらいの速度でわーって喋るっていうことはできるんですよ。できるんですけども、その題材があったらできますよ。題材があったらできますけれども、喋ることが何もない、空っぽの状態で2倍にしようがないやんか。水を水で薄めるみたいなことはできますけれども、空気を水で薄める。じゃ空気っていうのは、じゃ存在して、見えないものを、じゃあどうやって薄め、どうやって速度を上げんねんっていう話ですからね。で、まあいいんですけれども、母親が、買ってくるわ言うて、翌週なっても、その翌週なっても、お母ちゃん、長屋に帰ってくるんですけども、特に何も、それに関しての、レスポンス、返事っていうのは私にありませんでですね。で、おばあちゃんが思い出したのか、ある日、まだ壊れてんの、あれどうなってんの、あんた、言うて、あんたっていうのは、おばあちゃんが、お母ちゃんにあんたって言ってるでしょ。で、余談ですけど、その頃、おばあちゃんとお母ちゃんっていう関係性を分かっておりましたけども、それがどういうものなのかっていうのは分かんないわけですよ。つまりは、おばあちゃんのお子さんがお母ちゃんっていうのは分かってないんです、僕はね。お母ちゃんのお子さんが藤木五郎ちゃんっていうのも僕は把握してない。それほど幼少期です。それほどの、
要はバカですよ。で、どうなったって、もう一回催促して、もう一回催促して、で、その後やったかな、ルービックキューマジックの入った箱が手渡されましたよ。お母ちゃんから直接もろたのか、僕が買いに、お母ちゃんとよう、遠出して、休みの日なんかは、難波とか、行って、で、お母ちゃんは、喫茶店ずっとおるんですよ。で、僕は本屋で立ち読みしたりとかして過ごすっていうのをやってたんですけど、それで買っといで言われて買ったのかもしれない。それはそこのとこは覚えてないんですけど、新しいルービックマジックを手に入れることができたっていうのは覚えてありますね。で、これいろいろやって、また楽しかったですよ。もう僕子供ですから、力でギュ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 するほどのもの持っておりませんからね、壊れることっていうのはありませんでした。あれ、今どうなってんやろうな。今も実家にあんのかね。石切りの、第二の実家にあんのかね。第二の実家なんですよ。もう長屋じゃなくなったんですよね。長屋はまだあるんですよ。そこに人は住んでたりするんですけども。たかっちゃんがね、母親の兄ですよ。が家を建てたって言っても、実際大工さんやって建てたわけじゃなくって、購入したローンなのか一括なのか知りませんよ。知りません。そんな、あんまりそんなしたところで、夢なくなり、僕の中でね、藤木家っていうのは、何でしょうね。僕が生まれた、ファンファンファンとした存在であってほしいんですよ。リアルな部分は、見たらね、なんかいろいろあると思うんですよ。ね。わかんないですよ。わかんないですけども、あんまりだから頓着しないようにしてます。で、3階建てのね、住まいがあるんですけれどもね。で、なんで住まいの話になってんやろね。さっぱり覚えてありませんけれども、とにかくね、ルビックマジック含め、ちっちゃい頃っていうのは、思いを馳せるおもちゃっていうのがありましたよ。スライムもそうです。緑色の何、ゴミ箱みたいなちっちゃいのに入ってて、そっからさらに緑のボニョンとしたのが出てくるわけですよね。あれも憧れましたですね。100円でガチャガチャでちっちゃいのありましたよ。で、ね、それはね、練り消し言うてね。なんか練ると。で、消しゴムなんです。消しゴム言うても消せませんよ。漢字の書き取りやって、間違えて跳ねてもたと。それをガーやったら金消しと一緒で、どん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 黒くなっていって、消せないどころかどんどん広がっていきますよ。で、練り消しのすごいところは、なんなのか。用途は、ルールは自分で作ってくださいっていうことだよね。ワイヤーにパニックと一緒ですよ。ハンマー置いておきます。どうぞっていうことですよ。小学校低学年の時、ハサミで休み時間、机をぐり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 して穴開けましたね。流行ってたんです。僕その頃はまだ流行りに乗る子供やったんですね。自分というオリジナリティを、自我をまだ持っておりませんでした。で、練り消しをこう入れるわけですよ。で、ぐーって練っていくわけですね。練ったから何が生まれるわけでもないんです。意味がわかんないんですけども、それを良しとしていた時代がありましたですね。私、今、同じことやってると思います。スピリチュアルテレビという名の練り消しですよね。これやったから言うて、世の中がどうなるもんでもないですよ。で、僕自身がどうなるもんでもないんですよ。階級が上がるとか、収入になるとか、いや、米は送っていただけます。そういう面ではね、非常にありがたいですよね。まあ、小学校の時に練り消しやってて、それ練っていったら、練ってトローントローンとなったら、それ糸引いたら、それはそれで、そこの、ひょっとしたらクラスのリーダーに、お前やるやんけ、言うて、認めてもらえるっていうふうなことはあるかもしれないですけどもね。つまりはそういうことですよ。郷に入れては郷に従えっていうことですよね。ただ共通してやってることに、社会性はないですし、
生産性はないわね。まあ、こういう人間も、時々割合で発生するっていうことですよね。テニーさんがよう言うてるやんか。組織の中おったら、ほんの何パーセントかはキリギリスみたいなのがおると。で、せやから言うてそれ排除してリストラして、ね、整理したら、規模小さくしたら、それはそれで同じだけ割合遊んでるものが現れると。もうそれ排除して、でっかくしたら、でっかくしたで同じだけの割合が現れると。これ、例えば食品工場なんかでさ、たくさんの人が、マスクをしてね、手袋して、帽子かぶって、箱組み立てたりとか、あるいは、その箱の容器の中、消毒液シュッシュッシュッって入れていくとか、あるいは綺麗な手で食品を詰めていくとか、たくさんの人がおると思うんですよ。割合でいくと、つまりその中にも、パーセンテージの割合で、不思議頃ほどのもんではないでしょうけども、遊ぶ輩がおるということかな。そこで遊ぶっていうのは、シューシューって入れないように一個だけしてみるとか、そういうことかな。倍入れてみるとか、そういうことかな。わからへんけども、そういうとこではなかったらいいなと思いますけどね。キリギリス的な方は。いや、でも、組織の割合でそういうのがいるっていうパーセンテージでっていうことは、どこの組織でもっていうことなのかもしれないですね。うん。まあ気つけてほしいなっていうのは思いますけどもね。僕は客の立場なんで、作り手の立場やったらまた違うんでしょうね。うん。結局は立場の違いだけであって、私があなたやったらあなたと同じこと、あなたが私やったら同じことしてますよと。つまり、全員同一人物であった場合と、全く同じ立ち居振る舞いを全員がしているのかもしれないっていう新たな不思議ごろ説が生まれましたですね。この説は証明のしようがありませんし、学会の発表するつもりもありません。ただ、単に、この場において、時間潰しをするためのネタとしてお話ししただけでございます。すべてはフィクションでございます。今日もありがとうございました。また来週お会いしましょう。さよなら。